here for your language. こんにちは、イミです。こういったお悩みがよく寄せられます。イミさん、年々口元が下がってきてるんです。ほうれい線とバッカルファットも気になります。写真に写るのが苦手になりました。どうしたらいいの？大丈夫。イミに任せて。こちらは私のアシスタント、AI ジェーンです。皆さん、こんにちは。AI ジェーンです。よろしくね。私たちの口角が下がり、ほうれい線やバッカルファットができてしまう理由について解説していきましょう。それはズバリ、鼻の周りの筋肉が硬直してしまうことにあります。年を取ると、鼻の下がどんどん伸びていく。あなたはそう感じたことはありませんか？実際にそうなんです。加齢による筋肉の減少が原因なんです。これは、鼻の周りの筋肉が硬直し、皮膚が垂れ下がっている状態なんです。筋肉がなくなると、支えを失った皮膚はたるんでしまうのです。だから今日は、鼻の周りの筋肉を徹底的にほぐして鍛える美顔ヨガを行っていきますよ。あなたは瞬時に口元が動きやすくなって、頬が高く上がり、ほうれい線が薄くなるのを感じますよ。さらに、口元に垂れ下がるバッカルファットと呼ばれる脂肪もどんどんなくなっていくよ。とにかく一緒にやって、あなたも今すぐ若返ろうね。鏡を用意して始めるよ。このチャンネルでは、すべての女性が20歳若返りを目指す秘密の習慣術をシェアしています。ぜひまだの方はチャンネル登録して習慣にしてくださいね。私と一緒に20歳若返ろう。 Here we go。 それではここに手を置いて優しく呼吸していきましょう。イミの美顔ヨガへようこそ&お帰りなさい。今日も美しくなることを選択したあなたは偉い。反対側も。広告の間も手を止めないで。肘を後ろにぎゅっと持ってきて、吸って吐いて伸ばす。美顔ヨガは自分のペースでゆっくりと行ってください。痛みと対話しながら気持ちいい範囲で行ってね。無理やりやると逆効果だから注意してね。ここの筋を手のひらで包み込んで温めましょう。そして優しく揉みます。ここをほぐすことでお顔の老廃物の排出を促進できるよ。反対側も優しく包んで、ゆっくりと揉みましょう。耳を軽い力で全体的に揉んでいきましょう。耳にはお顔を美しくするたくさんのツボが集まっているの。しっかりほぐせば、あなたのお顔の血流をせき止めていたたくさんの門が解放されていくよ。
指をこうしてここをほぐします。広告の間も手を止めないで。それではここの部分を使ってこのほうれい線に沿わせます。ここに顔面動脈というのがあります。指で覆っていきます。顔面動脈は顔の血行を司る大きな血管。この部分を温めるとあなたの顔の血行は改善し、新陳代謝が高まる。あなたのお顔を美しく生まれ変わらせることに大いに貢献するんだ。口をタコのようにギューッとして上下と伸ばしていきましょう。ここをしっかりとストレッチすることで血行は改善し、新陳代謝を促すことができる。あなたの鼻の穴がしっかりとストレッチされていることを確認してね。次は左右に動かします。こうやって鼻の横に人差し指の関節をしっかりとピタッとつけて優しくマッサージします。今使った筋肉をしっかりと緩めて、副鼻腔が正常に機能していくようにしっかりと優しくハグ方に集中します。指をここに置いてギュッと持ち上げた状態で歯茎を見せて上唇を引き上げます。いいで頬の筋肉を極限まで持ち上げて、ウォーでしっかり口輪筋をストレッチさせていこう。手が滑ってきちゃう人はティッシュを挟んでやってみてね。上がりにくいところを観察しながらやってね。側頭筋を持ち上げていきましょう。台の上に肘をつくと楽です。で、こう頭の重さで側頭筋をギューッと引き上げていくような気持ちでやっていきます。片側の鼻の下からここまでをマッサージしていきます。まずこの位置からスタートします。皮膚の上から歯茎をマッサージするような感覚です。歯茎の形を探っていくようなつもりでよく揉んでいきましょう。その時に爪が刺さらないように気をつけながら行ってください。爪が刺さってしまう人はこう関節で優しくやっていただいても構いません。で、指でね、指の腹でこう
肌をしっかり観察していくこと、感じ取っていくことが大切ですので、できれば爪を短く切ってね、やってください。ほうれい線もマリオネットラインも揺らせば消える。優しくゆっくりと揺らすことで、シワの奥にある緊張をほぐすことができるんです。はい、反対側も頭の重みで側頭筋を刺激します。そして真ん中からほぐします。歯茎を観察しながらゆっくり呼吸して、歯茎をたどるようにしながら耳の手前まで行きます。自分の指先の感覚に集中しながら優しくリリースしてね。広告の間も手を止めないで。鼻の穴を塞ぐようにぎゅっと唇を持ち上げて、左右に動かしていくよ。左にぎゅーっ、右にぎゅーっ、ぎゅーっ、ぎゅーっ。2本の指をここに置いてギュッと持ち上げた状態でこうします。優しく息を吐いて、さっきまで使った筋肉をしっかりと緩ませていくよ。今日も締めの美顔ヨガ行ってみよう。唇を歯に巻き込んで口角をしっかり上げて目の下を引き締める。たるんでるなんて絶対誰にも言わせない。私たちは一生たるまない顔を手に入れてみせる。もっと口角を上げて、もっと頬の筋肉を引き上げて、目の下をしっかりと引き締めて、眉間はリラックスさせて、最高の笑顔で笑うの。だって手に入れたいのは一生たるまない顔。それだけじゃない。誰よりも輝く笑顔なんだから。広告の間も手を止めないで。手のひらを顔に当てて、皮膚の内側で血流が高まっているのを感じて、顔中の皮膚が新陳代謝しているよ。ほうれい線もバッカルファットもどんどん消えてく、消えてく。今日も自分に丁寧に向き合えたあなたは本当に素晴らしい。またイミさんと一緒に美顔ヨガをしてもっと美しくなっていこうね。イミの美顔ヨガのあなたのチャレンジをイミにシェアしてください。あなたのビフォーアフター写真をメールでお送りください。詳細は概要欄を見てね。ビフォーアフター写真をお送りくださった方にはイミさんからあなたのための美顔ヨガアドバイスを動画内で差し上げます。参考になったという方はぜひいいねボタンをお願いします。まだの方はぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いします。今のあなたにおすすめの動画はこちら、ぜひ見てくださいね。
The future is now, not